なるみ政党、なるみ政党株式会社、なるみ政党、なるみコーポレーションは、名古屋市緑区なるみ町に本社を置く高級用、食器メーカーである。特にボーンチャイナが有名であり、のりたけカンパニーリミテドに次いで国内の養殖企業界では、第2位の売上高を誇る。一方、近年では結晶化ガラス工業材料などのガラス製品の扱いも拡大しており、 売上高の内訳は、食器が71%、産業機材などが29%となっている2006年、現在。食器事業では、業務用に力を入れており、国内のホテルやレストラン、旅客機のファーストクラスなどで広く使われている。また、三谷幸喜監督の映画、ザウ頂点ホテルの撮影など、映画や隠しテレビ番組、ドラマなどに、養殖器を提供している。 名古屋製陶所の鳴海工場をもとに、住友金属工業、現、日本製鉄の鳴海製陶所として1946年に発足した。1950年に独立して子会社となり、食器を手掛けるとともに1958年からは、工業用ラミックスも製造している。1991年に、電子セラミックス部門を分社し、2006年には、経営陣による、 マネジメントバイアウトを行って、住友グループから離脱した。その後、2015年に石塚ガラスが、全株式を取得。石塚ガラスの完全子会社となった。なるみ政党の起源は1911年に、設立された帝国政党所にある。帝国政党所は後に、名古屋財界の資本が入って、名古屋政党所と名前を変え、戦前は、日本陶器、元、 のりたけカンパニーリミテド並ぶ大手陶磁器メーカーであり、1938年に新工場の計画を立てて、鳴海町に16万平方メートルの用地を確保し、工場を建設した。しかし、太平洋戦争の物資統制などで運営は、順調に推移せず、1943年3月に、軍需省の圧戦で、住友金属工業が、この鳴海工場を買収し、 同社の名古屋系合金製造所、ナルミ市所として航空機の空気等を生産した。終戦後、1945年8月27日の住友金属本店の会議で一度は、ナルミ工場の閉鎖が決定されたが、同年10月に計画が変更され、養殖機製造の会社として独立することを目標に、会社の創立事務所が達した。その後12月8日に、 財閥行為制限令が布告された影響で、持ち株方式で子会社を設立できなくなったため、再び予定を変えて、不創金属工業、現、新日鉄住金、るみ政党所として19462月1日に発足した。なお、名古屋政党所は、戦後も経営を続けている。当時期の素地、記事となる香林は、 岡山県戸又郡鏡野町の奥津で採掘し、燃料の石炭は、住友グループの住友石炭工業が、福岡県飯塚市に有する田田熊炭鉱から仕入れた。1946年5月28日に、丸用に火入れをして8月1日には、丸用3機が完成し、同年12月には、TZ の出荷が始まった。生産の立ち上げには、 日本陶器や名古屋製陶の出身者の技術が寄与してい。一方で、当初は日本建設産業、現、住友商事を通して販売していたが、販売会社として、有限会社、ナルト商会を1947年2月1日に設立し、直接卸売を行う他地区別に代理店を組織した。1947年3月には、 養殖キディナーセットの製造に成功し、同年8月30日にニューヨークの輸入商アメレックス社に輸出を開始した。ただし当時は絵付けを全て手作業で行っていたため、品質は良いものの生産性が低く高コストであった。さらに1949年4月25日の単一側セレート実施により、 それまで適用されていた一ドルイコール五百五十円から一ドルイコール三百六十円へ、急激な変化が起きて、輸出売上高が六十五パーセントも減少した。このため人員整理を行い、ナルト商会も解散、吸収した。九百四十九年の法改正で他社への出資が可能となったことから、クソ銀属工業は組織整理を行い、翌1950年12月1日に、 資本金3、0円で、ナルミ製糖株式会社が100%個会社として設立され、さらに翌年に1月1日に、ナルミ製糖社の事業を全て受け継いで正式に独立した。課題だった、生産性向上のため、ジュラルミンによる製版を用いた印刷、転写法の開発、重油焼成のトンネル用の建設、コンベアラインの導入などを行い、 また朝鮮戦争勃発により在日米軍向け販売が増加した。しかし1949年から翌年にかけて陶磁器市場の低迷などから輸出が激減し、その後も続いた国内メーカーとの低価格競争を避けるた1963年に現在の主力である防音チャイナ製品の製造販売を決定した。それまで防音チャイナは イギリスのウェッジウッド社など数社が作るのみだったため、技術的な障壁は高いものの、製品化に成功すれば高い付加価値を得ることが期待できた。1964年には開発銀行から資金を借り入れて、ボーンチャイナ製造用の設備を建設したが、当初の焦成のぶどまりは50%以下にとどまっていた。このため、製品サイズごとの素地、 絵付けの調整などを行い、翌年5月25日にディナーセットを発出化し、12月には月産500セットに達した。新たな生産設備の導入などによって事業家ラインの月産1000セットを達成し、1968年にはニューヨークの高級店ティファニーに製品を納入している。その後、ニクソンショックによる価格競争力低下もあり、百七十二年には 当時期の生産を全面的に、ボーンチャイナに切り替えた。高級食器として、ホテル向けの出荷も始まり、1975年に、ホテルプラザ、1979年には、京王プラザホテル、アークホテル大阪に納入されるなどして、売り上げが伸びた。これを受けて軽量化、強度向上などの改良を行い、乗り丈カンパニーリミテドなどと高級業務用食器での、 競合をその後も続けている。食器製造の一方、磁気生産技術を活かして1958年には、高周波絶縁物の開発をはじめ、名古屋工業技術試験所の協力なども得て、ナルミットという特殊時期ができた。まず日東電気のバリアブルコンデンサの部品を収め、1959年には、松下電気産業、 現場なソニックのプリント基板を受注するなど、工業用セラミックスの売り上げは増加していった。半導体技術の発展に伴い IC 基板などの部品に対する需要は高まる一方だったが、メートルレベルの微細加工技術が不十分なことなどから、アメリカのセラミックスメーカー、アメリカンラバ社提携し、生産技術を向上させた。また、1960年頃、 京都大学と日本電気ガラスにより特殊な化学素成のガラスを熱処理し微細な結晶を積出させたネオセラムという耐熱ガラスが開発された。ナルミ製糖は日本電気ガラスと共同で1962年にこれを製品化し耐熱ガラス調理食器の生産を始めた。1964年にはシャープにストーブの炎筒を収め、1966年3月には ネオセラム工場を建設し、輪内のガスレンジや梅鉱産のストーブ用にプレートを生産している。また、家庭用 IH ヒーターのガラストッププレートも多く生産していい。特殊時期の売り上げが増加したことから、新しい量産工場の建設が計画され、1969年に山口県の峰市との間で工場進出の協定書を締結し、翌年7月には、 ミネ電子磁気製作所として創業を死した。しかし直後に半導体の市況が悪化したことを受け、1972年に蛍光表示管基板の生産を始めて、伊勢電子工業、現、乗りけ伊勢電子や日本電機に納入した。また1974年には、サーディップパッケージ、ガラス風刺型の半導体セラミックパッケージの生産を再開し、 1976年に蛍光表示管基板の生産が打ち切られるとこちらが主力になった。1980年には原料から製品までミネ工場で一貫生産する体制が整い、セラミック多層基板も商品化されてこちらは、日立のテレビチューナーや松下電気産業、原パナソニックのオーディに用いられた。一方、1970年代後半には、 超エネルギーへの関心が高まり、より熱効率の良い高温で燃焼するエンジンの開発が進んでいた。これに伴い、耐熱性に優れたファインセラミックス部材を開発するため1978年7月に、ナルミ政党は第二研究所を立ち上げた。特に非酸化物セラミックスの開発に力を入れたが、商品化はなかな、進まず、1981年に、 親会社の住友金属工業と共同開発の契約を締結した。また、大型電気炉の導入による電力消費の増加から電力供給に問題が生じたことなどを受け、研究開発部門は株式会社なる未技術研究所として1982年2月1日に独立した。しかし、1985年のプラザ合意以降の円高による自動車、 鉄鋼業界の不況もあって事業は伸び悩み、1989年3月1日に住友金属工業にファインセラミックス部門が譲渡された。電子部品の生産はその後も拡大を続け、1980年代後半にはソニーのビデオカメラや日本電機の携帯電話向けに銀材料を銅で代替したハイブリッド IC 基板、携帯電話向けのベコや、 低温調整基板などが商品化されている。また、1989年に生産を始めたマイクロ波油電体は自動車電話用にイギリス、北欧などに輸出された。1980年代後半以降の急激な円高により輸出依存度の高い工業用品は採算が悪化し、1991年3月31日に 電子セラミックス部門の営業は、住友金属工業に譲渡され、研究開発、製造を行う住友金属セラミックスが発足した。この会社分離によって、ナルミ製糖の売上高は、約120億円に半減し、従業員は1602名から597名に60%以上減少した。なお、百九十六年に、住友金属セラミックスは、 営業部門を住友金属工業から吸収し、住友金属エレクトロデバイスに社名を変更し、2012年に日鉄住金エレクトロデバイスに社名を変更。2015年1月には日本会社の子会社となり NGK エレクトロデバイスに社名を変更して、現在に至る。このような状況の中、初の重装機材として1989年に、 オーンチャイナのタイルやパネルが商品化された。またランプシェードの開発や、インドネシアからの大理石の輸入、販売も行われている。親会社である、住友金属工業の事業とのシナジー効果が薄く、今後の充実した支援が見込めないことなどから、2006年、平成18年9月20日に経営陣による、マネジメントバイアウトを実施した。この際、同じ名古屋に本社を置く、 国家コーポレーションのンボにも携わった投資ファンドのシティックキャピタルパートナーズと共に全株式の90%を取得した。なお、住友金属工業は残りの10%を最低2年間は保有するとしている。中国やアジア市場に強いシティックと提携し、当地のホテルなどでの高級洋食器の販売を拡大するという経営方針が発表れた。 シティックの参加ファンドが9割超の株式を保有していたが、2015年、平成27年1月9日付で、石塚ガラスが全株式を取得し、子会社化した。30種類近くに及ぶシリーズがあるが、以下に代表的なものをいくつか示す。なお、一部商品はイナックスに OEM 供給され、同社で、イクスイートシリーズとして発売されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。